私の研究テーマは光通信に使う高速半導体レーザーを開発しています。現在世界中でインターネットトラフィックが増大しており、現状の半導体レーザーでは変化に対応できていないため、私は光通信用の高速半導体レーザーを実現するために日々研究を行っています。電気通信研究所が光通信発祥の地でありますので、光通信を研究する上で最も最適な場所だと考えました。私は将来世界の光通信に革命を起こすような技術を開発したいと考えています。私の研究室では、光の研究をやってます。具体的には、皆さんご存じの半導体レーザーというものの研究をやってまして、その半導体レーザーの高性能化高機能化というのを目指して研究を進めております。光っていうのはですね、身の回りにあってですね、気がつかないような存在なんですが、それをですね、自由に操って情報を、遠くまで飛ばすというようなものとして扱いたいなと。それを何も感じずにですね、皆さんの生活が明るく楽しいものになるようなものにならないかなというふうに考えて研究を進めています。